HAPPV のミキ。ハピセラ TV。 はい、じゃあ腰痛改善のお客様のセルフのやり方ね。セルフのやり方、まあ寝るときね、やっぱちょっとやるとか、風呂上がりやるとかいいよね。まあ普通のやつですよ、普通のやつだけど、これ普通のやつだけど結構ね、しっかりやれてない人いるんで、うん、やりましょう。バージョンですね、はい、まず腰がね痛い人、まずこの回線系だよね、これ膝倒しはまずこれいきましょう。ゆらゆら、そうゆらゆらして首つけてくださいね、うん、こうつけて、うんうん、ゆらゆら脱力して、これは準備編です。いきなり次やる主義がこれなんで、これ行く前にこれを入れてください、うん、まず、はい、次に膝乗っけます、うん、で手持って、うん、少しここ、うん、ストレッチかけます。ぎゅーぎゅー、まあ、何回かやってね、うん、でその時にお尻一回持ち上げてください。フラットにします、うん、腰がねずれちゃうんですよ、斜めになっちゃうんで、持ち上げること大切で、次にこう手こう横にしてね、うん、ここが意識、お尻を伸ばすんです、ぐーぐーぐー、はい戻します。またフラットにしてお尻持ち上げます、うん、次にもう一回だけいきます。この時に今度は叩きます。おこれ大事、うん、全体的、お尻全体、はいはいはい、これだけでだいぶ違うからね、うん、叩くとねどんどん深くいくんですよ。お緊張、腰のこの緊張が取れていく、はい、フラットにして、うん、ぐーっと、そうね、ずれたまんまやっちゃダメですね。そう、それ大事なんですね、うん、お客様の施術にも言えますね。あ、そうそう、お客様の施術で言えるね、うん、お客さん自身直しちゃう人いるじゃん、うん、そんなしちゃうとダメだからね、ダメだからね、全体ね、もうお尻と、あとこの前側も、うん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 、前が痛くなる人多いんで、前側、うん、ちょっと鼠径部近いところ、そうそうそう、前側ね、うん、うん、呼吸までできれば脱力、うん、吐くと吐きながら、うん、はい、で戻します、はい、でね少しね次にね、うん、やっぱ腸腰筋とか臀部をちょっと動かしたいんで、うん、このこれだけは入れてください、うん、持ち上げ、うんうんうん、これね全然辛くないんですよ、うん、朝起きた時でもできそうだね。そう、全然辛くないんで、うん、腰線部とかこの四五番が痛い人多いじゃないですか、うん、腰痛、うんうん、これが緩和なんですよ、これだけで、うんうん、あと腸腰筋も動かしてるので腹筋も動かしてるので、うん、あと鼠径も動かしてるんですよ、これ、うんうん、で締めで、うん、ギュー、おー、膝抱え、うん、膝抱えバージョン、うん、でキープ、うん、呼吸しながら吐いて、うん、ずっと吐いて、キープ吸って、うん、吐いて、どんどん深く、うんうん、で私おまけで最後に、うん、私はこのベターンをいきますね、大体、うん、気持ちいいんで、うん、寝起きいいよね、寝起きいいくない、これ寝起きいい、ガーン、うんうんうん、いいね、肩も柔らいで、寝たましになってこの体勢で寝れないじゃないですか、うんうん、だからこの体勢でちょっとしばらくこう仮眠するみたいな、5分ぐらいしたら自然に起きるみたいな、私やってますね、これ、うんうんうん、このまま寝ちゃったりしてね、これは寝ないよね、寝ちゃう、寝てもちょっとなんだよ、大体5分ぐらいとか、確かに、うん、すると腰伸びるんで、うん、これをセルフでやってみてください。はい、はい、以上になります。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたらチャンネル登録とボタンお願いします。お願いします。